近所の子供たちが見つけた2匹の子犬。大変だ。レスキュースタッフが見たのは驚きの光景でした。深い穴に落ちてしまった子犬たち。早く助けないと命の危機に。果たして無事に救出することができたのでしょうか。ある日、インドの動物レスキューに子犬を助けてほしいという一報が入りました。連絡をくれたのは地元の子供たちで、遊んでいる時に偶然大きな穴に落ちた2匹の子犬を見つけたそうです。通報により現場へ到着したレスキュースタッフはびっくり。思ったより深い。子犬は大丈夫なのか。なんと子犬が落ちた穴の深さは18メートルほどで、建物でいうと6階分にあたります。スタッフが穴の中を覗いてみると、薄闇の中でもぞもぞと動いている2匹の子犬を発見しました。生きてる。今なら助かるかもしれない。そこで一人の男性スタッフはヘルメットをかぶり、体にロープをくくりつけて穴の中へゆっくりと入っていきます。他のスタッフたちが見守る中、穴の底までたどり着いた男性。底の部分には水が溜まっていた上にゴミが大量に散乱していました。ですがそのゴミがクッションとなって子犬たちの体を守ってくれたようです。おいで、助けに来たよと男性スタッフが子犬たちに向かって手を伸ばすと、2匹は驚いたのか逃げようとしていたそうです。それでも彼が自分たちを助けに来てくれたと理解したようで、おとなしく抱っこを受け入れてくれました。男性スタッフは左腕に2匹の子犬を抱え、右手でロープを持ちながら少しずつ上へ登っていきます。そして頂上にいる2人のスタッフがロープを引っ張って、無事に男性を引き上げることに成功。子犬を抱えたスタッフの姿に、救出を見守っていた子供たちや近隣住民も笑顔になっていました。スタッフが子犬たちの体を見ると、特に怪我をしている様子もなかったので、持参したミルクを与えてみます。すると今度は地上に出れたことにびっくりしているのか、2匹ともぼーっとしたまま。ほら、ミルクだよ。スタッフは自分の指にミルクをつけて子犬の口元に持っていくと、一匹は理解できたようで自分から飲み始めました。一方もう一匹はまだ状況が分かっていないようで、何度もスタッフがミルクを指につけて与えていたのです。また子犬がミルクを飲んでいる間に、他のスタッフが母犬らしき犬を発見。その後元気を取り戻した2匹は母犬の元へ戻ることができました。もう戻ってこれないと思っていたのか。子犬を見つけた母犬はびっくりしていたよ。こうして子犬は無事に救出され、お母さんと再会することができたのです。2匹が母犬の元へ向かった時、スタッフや子供たちは嬉しくて歓声を上げていました。子犬はひっくり返ってお腹を出しながら喜びを表現しています。もしも子供たちの通報がなければ、誰にも気づかれずに深い穴の中で命を落としていたことでしょう。そして安心したスタッフたちが帰ろうとした時、今までどこにいたのか一匹の聖犬が姿を現しました。おそらく子犬のお父さんだと思われたその犬は、親子と合流してどこかへ行ってしまったのです。家族が揃ってよかった。子犬たちにはすくすくと成長して、いつまでも家族仲良く暮らしてほしいですね。無事に脱出できてよかった。
連絡をしてくれた子供たちにも感謝ですね。救出された2匹もお母さんとお父さんに会えてよかったね。町の人たちの優しさが嬉しいね。ご視聴いただきありがとうございました。